遠投釣りの仕掛けです、浮きはちょっとデカめのやつで浮き入れて、浮きストッパー入れます。でこっちがハリス、直結8の字ビーム結びですね。いらない部分はカットします。で、G2 なので3玉も G2 を直結のちょっと上にで、最初はスルスルで浮き止め出してやります。で、まあ、棚浅い時とか固定したい時に浮き止めをくくるのがめんどくさいのでゴム針のガン玉のちっちゃいサイズを上に止めて浮き止めにします。誘導だと、ガン玉が、トップのガイド巻きすぎたら引っかかって折れてしまうのでなるべく固定で使っています。